中央区は新潟市を構成する行政区の一つ。新潟市の中で最も面積が狭く、人口は最も多い行政区である。新潟市の都心部でもあり、観光庁の出先機関が集中する行政中心地だけでなく、大企業の支店が多く、拠点を置くなど、経済の中心地、港湾都市や江戸時代から続く芸能など、文化の中心地となっている。 九州域の中央地区、東地区、南地区で構成される。区役所は、西堀通りの超高層ビルネクスト2 1の2階から5階に置かれている。中央区には、市役所が所在しているほか、県庁など、県の機関をはじめ、国の出先機関など、観光庁も数多く所在する。また、新潟県内のテレビ局、 ラジオ局系7社局はいずれも中央区に所在している。新潟駅を中心に広がる新潟市の市街地の中心部にあり、小町、万代市定などといった市の中心繁華街も中央区に所在しており、新潟市はもとより県全体の経済の中心地となっている。北は日本海に面し、東は品濃川と栗の木川を境に、東区、南は 日本海東北自動車道を境に、江南区、西は、品野川とその支流の石谷分水路を境に、西区と接する。山地海岸沿いは、比較的標高が高いが、それ以外は平坦である。標高が高い地域の地名には、しばしば、山が見られる。河川品野川は、石谷分水路との分岐点により区を横断し日本海に、注ぐ。 区内の品野川は岸が埋め立て整備されており、ウォーターシャトルの発着場のほか、ウォーキングロードや安らぎ包みとして利用されている。海岸区域は、新潟島を中心とする中央地区、沼水、満代を中心とする東地区、鳥屋の山形を中心とする南地区の3地区に分かれており、これらが一体となった形で区域のほぼ全域に市街地が形成されている。 1889年の市政施工事、新潟市の地域は、新潟島の中流域から下流域にかけての地域のみで構成され、中心市街地は小町や本町を中心とした地域であったが、人口増加によって、下流域へ向けて市街地が次第に拡大した。さらに万代橋の河橋や沼水町の編入合併などを経て、東地区や関屋へと広がり、 戦後からは、新潟駅の移転によって満代や、当時、駅裏と呼ばれた沼水南部や鳥屋の東部へ、そして1970年代からは、鳥屋の西部や山形へと拡大し、特に、新潟駅に南口が開設され、駅裏から、駅南と呼ばれるようになった1980年代前半以降、近郊部の市街地下が一層急速に進捗した。こうした経緯から、 現在の市街地構成は、新潟島の中流域や新潟駅を中心とした、ほぼ同心園場となっており、外角部のほとんどが住宅地となっている。中央地区中央地区の地域、まさ工事から見た小町東地区東地区の地域ラブラ、バンダイ新潟駅、モズくち新潟駅、モズくち駅前広場から見た新潟駅周辺地区。鳥屋の地区鳥屋の地区の地域新潟駅、 南口欅通り、新潟駅、南口広場から見た、新潟駅南地区。山形地区三方地区の地域住居表示住居表示は、区内市街地の大部分で施行されているが、中央地区の関谷伊勢では、戦前来の町名を現在も使用しているところが大半である。東地区と南地区では大部分で施行されているものの、新潟駅南口周辺の笹口、 米山天神の各一部と堀の内には住居表示の未施行箇所や町名整理のみが施行され、外区符号の整理が行われていない箇所が残存している。また、南地区には山形、鳥屋のその木地区の一部など、住居表示が未だ施行されていない地域も若干残存している。新潟市役所本庁舎市政機関県政機関審議会。 新潟三崎合同庁舎中央省庁の県への出先機関のほとんどが中央区に集中している。区内には2つの警察署があり、所轄地域は新潟中央署が新潟島全域、新潟署は新潟島を除く中央区全域となっている。新潟県警察本部新潟中央警察署、新潟警察署新潟市消防局。 新潟大学医師学総合病院新潟市民病院区内の主な病院は下記の通り。新潟中郵便局新潟中央郵便局中央区内には周廃局が2局所在する。郵便物周廃地域は新潟中局が中央区の内新潟島全域。新潟中央局は中央区の内新潟島と。 その目地区等を除くほぼ全域と、東区の一部を除くほぼ全域、江南区の亀田地区全域と、周廃地域が広く設定されている。新潟県立図書館、新潟市立中央図書館、新潟スタジアム領事館と木目瀬小町千歳工事、北陸地方における経済の中心地の一つでもあり、多くの企業の視点や製造の拠点を構えている。かつて、 新潟証券取引所が置かれるなど、現在でも本州日本海側の貿易拠点都市として発展している。農業南地区の女池は小松菜の一種、女地菜の産地として知られる。また、南地区のうち、日本海東北自動車道北側の金木、聖五郎と山形地区の馬ヶ山、長方など住宅地の外郭部には水田が広がり、稲作が盛んである。 漁業商業電力ガス上下水道日本発の海藻式排水地で内部は航空用と低空用の上下2層に分割されており、また排水池上部には展望台、日本海タワーが設けられている。なお、その他の地区の上水道は港内区の品野川上水場と同区の阿賀野川上水場から東区の竹尾排水場を介して供給されている。 電信新潟大学朝日町、西大畑キャンパス、新潟県立新潟高等学校新潟駅、中央区の中心駅は新潟駅である。現在駅舎の建て替え、及び駅前広場等の整備が進められている。また、白山駅は BRT 磐イ橋ラインとの接続駅となっている。モズ指定バスセンター小町に停車する磐イ橋ライン。 万代ダライン路線図路線バス区内の路線バスは、すべて新潟交通グループが運行しており、同社のほか、地域市会社の新潟交通観光バスも一部路線を運行している。新潟東北東部の入線町4丁目には、入線営業所が万代指定北側の八千代1丁目には、新潟東部営業所のモズ検車場がある。新潟市中心部から市内外各方面に至る。 路線バスのほとんどが、区内の新潟駅、万代指定、新潟市役所前のいずれかを始終点としている。したがって、区内を経由するバス路線すべてを記述すると、新潟交通の運行路線を網羅することになってしまうため、ここでは、BRT、市内線、及び区内のみを走る路線以外は割愛する。なお、各路線の詳細は、 新潟交通のバス路線一覧を参照。区内では、コミュニティバスが一路線運行されている。新潟島の北東部、品濃川下流川の、いわゆる、下町には、路線バスが数路線運行されているが、この地域は高齢化が進んでいる上、特に海岸寄りの地域は、道路が境愛な上に急勾配があり、また先の路線のバス停からもやや遠く不便な、ことなどから、 地元住民が2003年からバス路線の延伸を市や新潟交通に求めてきた。さらに2005年には新潟とに循環バスを走らせる会を組織し、住民アンケートの実施や、市と新潟交通との接触を行うなど活動を進め、2007年3月に運賃無料で試験運行を実施したところ、一便平均15人の利用があったことから需要が望めるとして、 同年7月2日に本格運行を開始した。運行費用の7割を上限に市が助成を行っており、運行業務は新潟交通入線営業所が受託している。2016年現在では、運賃は大人210円で毎日7便運行される。なお、市内の他の行政区では市及び区による区バスが運行されているが、 中央区はもともと路線バスの路線網がおおむね充実しているため実施予定はない。都市間バス、新潟市を発着する高速バスの大半が区内発議となる。新潟交通関連の県内線は新潟駅、モズ口を発着点とし、区内にいくつかの停留所を設けている。新潟交通関連の県外線についてはモズ指定バスセンターが発着点となり、 旧ツアーバス系は、新潟駅南口等様々である。詳細は、新潟県内高速バス及び新潟交通のバス、路線一覧県外線を参照。高速道路区内に高速道路は走っていない。最寄りの IC は、港南区との区境にある、万越自動車道の新潟中央インターチェンジもしくは、新潟亀田インターチェンジ。新潟バイパスからは、西区の北陸自動車道。 新潟西インターチェンジへ直接入ることができる。国道本町通り七番町の本町交差点に新潟市の道路原表がある。県道県道4号の起点は中央区内であるが終点へは直通はしておらず、実質的な起点は東区林光町2丁目。バイパス東フェリー区の中心部に位置する万代橋、時キメッセネクスト21新潟日報メディアシップ。 新潟市の神港、ピア新潟市民芸術文化会館に使用公園、関谷浜海水浴場祭事、鳥屋の型南部開発計画の土地利用ゾーニング、新潟市。2019年1月11日閲覧。市役所庁舎の再整備と行政機能移転。新潟市。2017年5月28日閲覧。8月14日、中央区役所移転 PR。 カウントダウンボード設置。新潟日報、モア。2017年5月28日閲覧。図書館要欄平成30年度新潟市立、中央図書館。2018年、P66、港アシス新潟市。2019年1月11日閲覧。ありがとうございます。